はい、この時間はゲストをお招きしています。本日東証2部に新規上場した証券コード7681株式会社レオクラン代表取締役社長杉田翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、どんな会社なのか、はい、概要からご紹介いただけますか。はい、わかりました。当社は2001年大阪で創業しました。創業時より、メンバーで医療福祉保険に関わる人たちのすべてのニーズに応えて付加価値を提供していくということをミッションとしました。ですからその使命を帯びた当社は包括コンサルティング型の医療機器商社であります。事業の内容についてお話します。事業の内容は3つやっています。まずはメディカルトータルソリューション事業が主でありますけれども、それ以外に遠隔画像診断サービス事業、次に給食事業を行っております。そのメインになるメディカルトータルソリューション事業の説明をしますと、施設の心臓改築時に医療機関向けに医療設備医療機器を販売するんですけれども、構想段階からですね、解説まで総合的なコンサルティングを行って、先ほどの商品を販売させてもらっているというのがメディカルトータルソリューション事業のことであります。で次に遠隔画像診断サービス事業ですが、これは、契約先の医療機関から MRI、CG といった画像を当社の放射線科医が診断をして返す、そういうサービス事業を行っています。で次に給食事業になりますけれども、セントラルキッチンで当社が作った食材を介護施設福祉施設に供給をしています。それが主な当社の事業内容であります。はい、では主力のメディカルトータルソリューション事業についてさらに教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。メディカルトータルソリューション事業はキーワードが3つあります。まずは資料型商社であること、そして全国展開をしているということ、そしてトータルパックシステムという独自のシステムを持っているということです。まず資料型商社という意味はですね、一般の医療機器商社というのは消耗品を軸に地域限定で、ものを供給しているといういわゆる濃厚型でありますが、当社は提案営業力を武器にプロジェクト案件の獲得に軸足を置いているので資料型と思っております。次全国展開ですけども、普通の大手の医療機器商社は地域限定でビジネスを行っています。いわゆる濃厚型です。当社は全国展開を行い36都道府県に取引実績を有しております。次にトータルパックシステムの話です。トータルパックシステムは、心臓改築時の基本計画から簡易に至るまで様々なサービスを提供し、簡単に言えば計画から会員まで一気通貫でいわゆるワンストップでサービスを提供するシステムのことであります。狩猟型ということなんですけれども、はい、これはひょっとすると社名のレオクランに関係あるんでしょうか。関係あります。当社はレオクランというのはレオはライオンという意味で、クランは一族一党という意味です。名前を付けた時から当社は営業には負けないと、百獣の王は戦いに強いということでありましたので、我々は営業には絶対負けない強いということを念頭においてレオクランというのを名前にしました。はい、でその狩猟型の特徴になるんですけれども、はい、先ほど申したように大手の医療機器商社というのは消耗品を軸に、ビジネスをやっています。おそらく 60% 以上が消耗品かなと思っておりますけれども、当社は、消耗品のウェイトが 5% もありません、はい、95% 以上を医療設備医療機械情報システムの販売をやっております。ただ狩猟型といえどもですね、契約させていただいている国立病院からの経営改善を行ったり、あるいは補修メンテナンスの一括受注を行ったり、機器の年次機器というんですけども、年次機器の支援機器の入れ替え支援等を随時行っていって、次のまた増加軸のビジネスをつなげてというような展開をやっております。では続きまして、はい、全国展開についてさらに教えていただけますでしょうか。はい、創業当初は近畿で行っていましたけれども、この十数年、バランスの取れた全国展開になっているかと思います。これは
当社が後で説明しますけれども非常に情報ネットワークが豊富であると、その情報ネットワークが豊富であるということを生かして全国展開を行ってきました。でその全国展開を行ってきたのがよりネットワークの拡大につながって、ビジネスの好循環になっているというような状況であります。はい、では3つ目、はい、特徴の3つ目になりますけれども、トータルパックシステムの話をします。はい、これは病院が新しくできる時の流れがあります。基本計画から始まり設計建築それから引っ越し設置で運用開設となるんですけれども、この工程に合わせて当社は3つの力ですね、コンサルティング力 IT 力技術力でもって支援をしていきます。まずは基本構想計画の策定そのもの、あるいは次にシステムと配置動線については、これは電子カルテ等が非常に難しい状況になりますので当社の IT 力がものを言ってきます。次危機選定になりますけれども、これ重たい仕事ですけど、まあ当社社員が全ての医療機関の打ち合わせを行います。そして、マスターリストが完成されたものが導入されていきます。で導入時に医療機関は多種多種多様でありますので、まあ、設備条件が異なってきます。また日進月歩なのでメーカーにしか分からない、そういったことはありますので当社の技術力はそれを全てカバーします。まあ、簡単に言いましたら建築の一時側というんでちょっと難しい言葉ですけど、建築の一時側の衛星空調電気の条件を当社は図面化をしてゼネコンと打ち合わせをします。そういった技術力を発揮して最終的に運用オリエンテーションまでつなげていくと、それが当社のトータルパックシステムの特徴であります。ワンストップでできるというイメージでよろしいでしょうかね。ワンストップで、計画から運用まで行っていきます。わかりました。はい、それでは業績について教えていただけますでしょうか。はい、まあ、資料型であるためにですね、受注案件によってはバラティリティがあるんですけれども、まあ、創業時より高水準で推移をしております。18年、昨年ですけども売上高が257億、経常利益で6億5000で、今期はまだ9月決算なんですけれども、はい、まあ、予想なんですが、売上で352億、利益で約11億ですね、140% 増、利益で 160% 増の状況になると思います。はい、では続きまして、強みということでいくつか挙げていただけますでしょうか。はい、当社はコンサルティング機能を持っていると、それだけで特殊な商社であります。特に、コンサル専門として30年の歴史のあるコンサル専門会社を子会社として有していますので、先ほどお話しましたトータルパックの入り口としての機能が果たして全体最適ソリューションの提供の核になっております。それから当社は大型の大規模顧客に注力をしています。5年間の実績から言いますと約400床、平均396床であります。日本の病院の平均は178床でありますので、まあ、いかに大型化を受注しているかということになります。そして先ほど少し触れましたが、豊富な連携ネットワークがあります。メーカー、病院、そして設計事務所など、それと お互いに協業し合った地域の医療商社からも豊富に、情報が入ってきますという意味で、非常に豊富な連携ネットワークを持っているということです。はい、こちらのグラフは、はい、これはさっきの3つの強みを表します。もうコンサルティング機能でもってソリューション提供を行い、豊富な連携ネットワークで受注活動を行って大型顧客に対して、プロジェクトを受注していくという、まあ、3つの強みを生かしたビジネスモデルだという説明であります。はい、はい、では今後についてもお伺いできますでしょうか。はい、当社は先ほど言いましたように心臓改築を軸にしたメディカルトータルソリューション事業が軸であります。このデータから見ますと築20年以上経った施設が 66%、 ベッド数に出しますと5000ベッドあります。当社の潜在顧客になります。で右は1年に大体100件ぐらいの心臓改築が行われていますので、当社まだ14、15件ぐらいなので、これを倍増することはそんなに難しくないなと思っております。まだまだ開拓できる、はい、ということですね。
それから当社はすでに遠隔画像診断、給食事業、複合ビルの運営もやっていますので、まあ、今後はこの遠隔画像診断サービスをうまく利用し、あるいは複合ビル運営の実績を生かして画像センターをこう隣接させたような大型なメディカルモールを運営していきたいなと思っていますし、また医療の最先端で仕事をしていますので、いろんな情報あるいはいろんなチャンスに恵まれます。収益モデルをもう少しその中から掘り起こしてですね、次につなげていきたいなと思っております。わかりました、はい。では最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、本日東京証券取引所第2部に上場させていただきまして、当社は2001年創業時よりの、ファーストステージから次の成長へのセカンドステージのスタートラインに立ちました。上場していることの重み、責任を十分理解し、 全社員一丸となり、当社の既存事業の拡大を図るとともに、以前より温めてきました新規事業の立ち上げに積極的に取り組んでいき、持続的な成長を成し遂げていきたいと思っています。まあ、そうすることで株主の皆さんへ継続的な安定配当を行っていきたいと思いますので、今後ともご指導ご支援よろしくお願いいたします。はい、この時間はレオクランの杉田翔吾社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。